ヤッホー、みんな元気、サラちゃんです。今日はついにアメリカへ旅立ちます。あとでも1時間くらい時間はあって、もう荷物も全部預けて保安検査場も通ってチェックインしたので、あとは飛行機に乗るだけ。やばーい、3年半以上経ってるよ。いや、わかんない、いつどんくらい、どれくらいかわかんないけど、もう結構経ってるからすんごい緊張するけど、でも楽しみな気持ちの方が大きいからライブ頑張ってきます。国際線に入るのもさ、久々すぎて、もうまあまあ、まずはね、私が大好きなユニクロに行きたいと思います。ちょっと必要なブラトップとかインナー系を買います。旅立つ前にラウンジに来ました。お腹空いちゃったんでうどんとカレーとパンとシュークリーム。食べ過ぎだろ。それじゃあうどんいただきます。うん、まっ、めっちゃ美味しい。海外に行ってさ、全然日本食レストランとかいっぱいあるじゃん。今さ、海外に行くまで日本食食べるのもったいないなっていう気持ちもあるから、今思う存分日本食を楽しんで味わって食べていきます。うん、うまっ。あれ、カレーってこのスプーン普通のスプーン、レンゲでカレー食べてるんだけど、まあいっか。あ、おいしい、めっちゃおいしいよ。てかさ、昨日スマホ変えたんですよ、機種変したの、新しい14 Pro Max ってやつ。めっちゃ綺麗だね。ちょうど逆光だから暗めだけど、もうそんな暗いって感じないしさ、光浴びたらこんなに。まあこれから飛行機乗って10時間くらいずっとさ飛行機乗るからさ、もうすっぴんで来てるんだけど、もう肌が綺麗に見える、嬉しい。まあまあ肌のコンディションもいい感じなんでね、めっちゃ綺麗。それだけ。はい、羽田空港を出発して、もう、約10時間が経とうとしてます。あと1時間でロサンゼルス空港に着くので、もうちょっと飛行機の中で頑張りたいと思います。もうダメだ、もうお尻が痛すぎて耐えられない。ロサンゼルス到着しました。これからレンタカー借りる場所に行きます。あのさ、英語全く喋れないじゃん。で、税関でね、なんて言ってるか本当分かんなくて、すごいさ迷ってたの。そしたらなんとなんと、こっちの方かな、ロサンゼルスの方に住んでる方なのかもしれないけど、日本語ペラペラの方がいて、その日本語ペラペラの方がお手伝いしましょうかみたいなの言ってくれてさ、その人に全部通訳してもらってすんなり行けました。ほんと救世主。絶対この動画見てないとは思うけど、ありがとうございました。助かりました、マジで助かった。なんか指紋認証みたいなのしなきゃいけないじゃん。で、 I need four finger みたいな感じで言われて、あ、指がいるんだみたいな。そうさ、私こうやってやっててさえ、あれどういうこと、違うみたいな、あ、指紋かみたいなさ、めっちゃ恥ずかしかった。もうさ、アメリカに来るたびに英語勉強しとけばよかったなって思うんだよ。本格的に頑張らないといけないかなやっぱり。まあ今日が20日で、時間が12時半くらい、お昼間の時間帯なので、あさってから22日23日とライジングジャパンミュージックフェス in LA に出演しますので、楽しみながら頑張りたいと思います。それじゃあ今からレンタカーの場所に行ってきます。
に着いてメイクアップして自分で撮影してきてまたホテルに帰ってきました。これから私が行きたいカフェとかあのご飯屋さんとかそういうところ回っていきたいなと思うので一回着替えます。暑すぎる。でもさ湿気がないからさ風吹いたらめっちゃ涼しいのよ。どう？あ、そうそうそういえばさ髪色変えたのよ。そういえば言うの忘れてた。髪色変えました。暗めにしました。本日のコーデ緑で外でダンスしてきました。暑い。着替えます。はい、ホテルに帰ってお色直ししてお腹が空きすぎたので私がどうしても行きたかったハンバーガー屋さんに来ました。お店の名前がボーディング&ハングリーっていうお店です。バーガーショップなんだけどお猿さんの絵がめちゃくちゃ可愛くてね、あのハンバーガー食べたいっていうよりかはお猿さんの絵を見たかったっていう方が大きい。でもお腹空いてるから食べたいと思います。ちょっとお店の中入ろうかな。ハンバーガー頼みました。もう食べちゃってた。動画も回すのを忘れてました。オニオンコンボとあとポテトとスプライト。もうザ・アメリカって感じ。いただきます。味が濃い。しかもさ、今日じゃないんだけど大きい口内2つできちゃってもうね、大きな口開けてねハンバーガーを頬張ることがあんまできないんだけど、このお猿さんここにもいるんだけどめっちゃ可愛いじゃん。最後まで食べます。はい、ハンバーガー食べ終わってビーチに移動してきました。22日23日で出演するライジングジャパンミュージックフェス2023 in LA、 こちらのイベントロングビーチでありますので今ねロングビーチに滞在中なんです。もうねロングビーチに来たからにはビーチに来なきゃダメでしょってことで来ました。すっごく綺麗な夕日なのみんなに見せたくてちょっとお見せします。綺麗じゃない？こっちは夕日じゃん。こっち暗いの。あ、なんか明るいな。あ、暗くした自分で暗くしたけどでも本当これ以上に暗くて反対側はこんなに明るいって感じ。あー綺麗、癒される。アメリカに着いてすぐはね時差ボケがすごくてもう眠気が半端なかったんだけどそれを我慢して寝ずに起きてたらこんなに素敵な時間過ごせました。いやー明日あと1日自由時間があって、まあ、せっかく来たからにはいっぱい撮影して楽しんで22日にはもうライブなので今日の残りの時間とあと明日1日じっくり思う存分に楽しみたいと思います。こんな優雅な時間を過ごせる時なんてなかなかないからね。もうこれからねちょっとホテルにも戻って今何時だ？もう8時かな。8時過ぎちゃったんでこれからホテルに戻ってゆっくりしようかな。今日はそれじゃあ寝る前にまた動画回します。じゃあねー。ビーチの方に行って帰ってきてその後眠たすぎてちょっと寝落ちしちゃってベッドの上でよだれ垂らしながらでその後シャワー浴びてもうこんな時間になっちゃったんだけど今の時間は1時夜の1時でございます。早いね時間が経つの。あさって、あ違うか、もう1時だから明日か。もう明日だ。明日22日とあさって23日はライジングジャパンミュージックフェス in LA 本番です。頑張りたいと思います。いやーね緊張するよ。まあ出たらね
ステージに立ったらもう楽しいと思うけど、まあ、楽しみながら頑張っていきたいと思います。こんなドスピンでカッサカサの唇でお送りいたしました。それじゃあ今日も一日 LA Vlog 見てくれてありがとうございました。私はこれからゆっくり寝たいと思います。久しぶりのね YouTube 投稿だったのでちょっと撮り方忘れちゃったけどこの動画がいいねと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。待ってます。それじゃあバイバーイ、おやすみなさーい。